皆さんこんにちは、ニコラ TV のくるみとアムとナナです。あ、ベキです。久しぶりなんかさ、オンラインだとちょっと緊張しない？わかる、なんか間がそうそうそうちょっと取りづらいよね。どこを 見て話せばいいのかがわからない。あ、わかる。みんなも行くのかな、みたいな。っていうことで、今日ははい、ちょっと4人でゲームをしようかなと思うんですけど、いいですか？何するの何します？なんかそれでしか、リモートでしかできない感じのがいいね。確かに。分かった、はい、借り物競争とかどうですか？いいと思う、いいと思う。ルールはルール説明お願いします。ルールは、今みんなお家にいると思うんですけど、お題に沿ったものを家の中から探して持ってくるっていう。じゃあそれやっていこう。やっていきましょう。イエーイ。はい、じゃあ第1問目、はい、家の中で一番長いものを持ってきてください。長いもの？長いものです一番長いものね。はい、一応勝負ですよ。はい、OK。 制限時間は3分で戻ってきてください。3分ですか？3分、とりあえずやっていこう。はい、ということで、よーい、スタート。一番ですか？どうもー。ヤッホー。毎日使ってるものを持ってきた。おお。いきましょう。はい、せーの。嘘。違う、なんとびちゃん。違う、何それ。ルキちゃん何？ルキちゃんない。じゃあ私だから紹介しますね。まずトルソーです。はい、結構めっちゃおしゃれとか、メルカリとかやっぱするんですね。で、その時にお洋服とかかけて撮影したりしてるので、置いてありました。で、続いて誰います？あ、じゃあ私いきますね。私はフランフープ。おお、これ外せてよ、本当はね。ちょっとうまく取れないんだけど。あ、それちっちゃい頃持ってた。そう、なんか本当は外せて、結構長くなるの、これぐらい。あ、外せるフラフープ。それはお家でやるの？やる。じゃあ次の人言ってみて。アムかな？オッケー。縄跳びです。おー、縄跳び。はい、確かに長いよね、縄跳び。みんなもさ、結構遊ばない？遊ぶ。やっぱり最近は授業でやりますね。あ、ほんと？授業？縄跳びしました。はい、じゃあ私はパールアイロンにした。おー、コンセントがちょっと長いからいつもちょっと使ってて、これが一番長いかなと思ったのでこれにしました。おー、確かに長い。めっちゃ長いね。でも縄跳びとかよりは短い気がする。本当？こっから見たらそれで飛べなさそうじゃない？だって一番アムちゃんが長い気がします、縄跳び。それ思った。長さで言うとそうだね。うん、私はなんかデカさですもん。みんな最高。イエーイ、楽しい。これ楽しい。めっちゃ楽しい借り物競争。みんなバラバラだから ね、うん、じゃあ次私いきます。おはい、お題は、うん、今食べたいもの。食べたいもの、うん、食べたいもの。おやつの時間にぴったりな。確かに、ちょっとお腹空いてきたし。確かに。オッケー、いくよ。はい、はい、よーい、スタート。はい、ゴー。1番2番目。3番。みんな早め、今回。ルキちゃん、おかえり。おかえりー。さあ、みんな、ね、オッケー。え大きいかな？なんか大きそうじゃない？ね、めっちゃ時間かかってる。いくよ、大丈夫？はい、せーの、じゃーん。あー、すごい。やっぱこれですよね。パナップでございますよ、やっぱり。やっぱこの麺は何味にした？私ミントチョコ。グレープ。さっきめっちゃ選んでたんですけど、
選びきれなくて全部持ってきました。だから長かったのか。だから長かったんですよ。じゃじゃん。絶対グレープ。食べよう。食べよう。どうしましょう。3つ持ってきちゃったから。そうだ、どれにするの。待ってください。ほんと迷う。待って。あ、私、これにします。やっぱり私、メロン味が大好きです。おー、はい、あー、一緒。一緒。はい、いただきます。美味しそう。あ、やばい、めっちゃ美味しそう。あ、美味しそう。あ、いい香り。めっちゃいい香りする。いただきます。うん、うん、美味しい。このさ、グレープのソースがさ、下まで入ってるから、はい、最後まで美味しくない？もうずっと美味しい。あ、わかる、めっちゃわかる。みなさん知ってました？花粉ってパフェとカップからできてるんですって。あ、パーナップってこと？そういうことだと思う。すごい。すごくない？なんか確かにパフェっぽい。うん、あのこのソースの部分がね、すごいパフェっぽいです、ね、美味しい。このソースフルーティーでめっちゃ美味しいよね。わかります。メロンも美味しそう。で、ソースとアイスがすごい合うよね。めっちゃ分かる。あとなんか見た目も可愛いですし、そのね、写真撮ってインスタ映えだね。インスタ映え。チョコがめっちゃパリパリしててめっちゃ美味しいんだけど、どうしよう。本当に美味しいの。チョコミントも美味しそう。めっちゃスーってするけど、チョコの甘みがやばい。美味しい。あ、じゃあもう早速次のお題いっちゃいます？うん、OK。 じゃあ私考えていいですか？どうぞ。あ、じゃあ、うん、好きな、あ、お気に入りな帽子、はい、思ってきましょう。OK。 いいね。帽子。OK。 よーい、スタート。どうぞどうぞ。いい？食べて待ってよ。おいしい。おいしいね。だって本当に食べきっちゃいますよ、これ。私ももうちょっとしかない。溶けてきちゃった。でもこれもこれで美味しい。うん、ね、柔らかくてちょっと溶けた時が美味しいよね。うん、本当にちょうどよかった。ごめんなさい。じゃあ早速出しますか。じゃあ配っていきましょう、はい、せーの。えあ、アムと似てる。あ、ブレーボー。私もブレーボー。あ、私たち一緒だ、ルキちゃん。こうなっけー。イエーイ。で、パラップとも似合う。おいい感じですよ。いい感じですか？なんかちょっとレトロな感じしません？あ、確かに。メロンとブラウンっていいね。紫と黒も可愛いでしょ。すごい似合ってます。うん、可愛いみたい。でも似合ってる。ね、あ、でも夏の帽子で、うん、こうなんていうの、メッシュっぽい感じになってて、かわいい。夏も涼しいです。あ、あと見て、ちょっと見てほしいこれ。パラスのフィーだったの。え、しかもグレープ色じゃん、めっちゃ一緒。たまたま。すごい。ねね。次私出すお題出してみ。じゃあ私が出すお題は、うん。ニコラで一番好きな語、お気に入りの語。オッケー。待って、迷うな。はい、オッケー。オッケー。よーい、ドン。ドン。はい。やった、一番。これにしよう。はい。二番だ。いきました。私最後の一口です。うん。いただきます。食べた？食べました。美味しいからペロリだな。じゃあ出す？よ、せーの。
じゃん、ルキちゃん別れた。おー、ルキちゃんのめっちゃ前のじゃない。これ2016年の12月号。やば、私はこちら。うーん、あの、よし、じゃじゃん、かわいい。そう、ちょうど1年前の号で、うん、初表紙させていただいた時なんだけど、ハワイで初めての撮影ができて、すごく思い出深い。私は2020年4月号、うん、初表紙をさせていただいた時の、うん、皆さん初表紙なんですね。やっぱりね、一番思い出に残るよね、うん、なんか大切な号だなって感じ、うん、今日楽しかったですね。楽しかったね。楽しかった。このなんていうの、カラフルで可愛いパッケージがおしゃれ大好きな私たちにぴったりですね。ぴったりですね。確かに。みんなね、可愛い。似合いますしね。ハナップのインスタライブ試食会の募集が始まっています。詳しくはニコラネットを見てください。見てね。見てください。みんなも食べてね。てね。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。コメントも待ってます。コメントコメントもお願いします。バイバーイ。バイバーイ。